はい、ワード2。今日は2017年9月の27日、8時10分です。よろしくお願いします。い、ワード2。ネイルってコンビニじゃ売ってないよね。ネイルっておすすめあるかな？おはよう。コンビニネイル売ってんの？コンビニネイルって売ってんのかな？派手な色、黒黒。黒いネイルって売ってないかな？ネイル買いに行こう、ネイル。おすすめのなんかやつある？おすすめ。黒が欲しいんだけど。なんかラメとかいらない。普通の真っ黒でいい。薬局に売ってんの？ネイルって。あ、すぐ近くにあるよ。薬局で買えばいいのか。薬局で買うのか、ネイルって。油性のマッキーペン。 パンクすぎるだろ。 攻めすぎでしょ。 マッキーペンで塗るか。おはよう。そうだな、ネイルとかもダセえな、逆に。そうするわ。 そうだよね、ネイルとか逆にダサいよね。ああ、あ、いい、あ、サインペンで行くわ、もう。もう攻めるわ、俺。もう攻めるよ、そうだよ。なんでネイルが、その市販で、その金なくてもできるっていう。行くぜ、俺は。攻めるぜ。大丈夫かな、これ。こんなやつ初めて見たんだけど。大丈夫か、俺。大丈夫か。なんか大丈夫かな。今塗ってるよ。 そうだな、それでファックスされたい。もう、そうね、いいね。よし。いや、色つや悪いな。くっそ、なんか くっそ色つや悪いんだけど、大丈夫かな、これ。これかっこ悪いよ、なんか。やっぱネイルはちゃんとやりたいんだけど、全然おしゃれじゃないんだけど。いや違う、俺いつもここと真ん中と親指黒にして、ここ赤にしてんの、この2つ。これダサくない？なんか貞子みたいになってんだけど、大丈夫かな。なんかクソダサいんだけど。ねえ、ピント合わねえし。ピントが合わねえな。ダサくない？なんか。 これはなくねえか、さすがに。これダサすぎるな。もっとなんかテカテカさせたい。もちょっとこれは違う。さすがに迷走しすぎだ、マッキーは。筆の跡がクソダサい。やっぱちゃんとネイルは買おう。血栓みたいになってるよ。いや、やばい、ダサいよ。いや、マジックはさすがにダメだったわ。さすがにパンクすぎたわ。おしゃれ度ゼロだったね。トップコートとか専門用語使うと次ブロックだからね。うちの枠専門用語でドヤ顔する人嫌いだから。専門用語は使わないでください。そうだね、死に気だね。うわ、しかも落ちないし。あー、ダメだ、これあかんやつだ。あかんやつだ。全然落ちない。クソダセーわ。あー、やっちゃったよ。マジかよ。攻めすぎたな、ちょっと。俺が知らない用語を使うリスナーダメだから。
分かった。うん、分かりやすく幼稚園生でも分かるような日本語で俺と接しないやつはブロックだから。そう、知識マウンティング仕掛けてくるやつはもう敵だから、うん、上から目線もいらない。この食行液全然ダメだな。いやマジでギター欲しいな。っていうかさ、この前さ、コメント欄でさ、結構昔から俺の放送見てくれてる人がさ、俺が昔から欲しい財布買ってあげようかって言ってくれて、結構楽しみにしてんだよね。マジなのかな、あれ。20万ぐらいする財布なんだけど、いや、和道が一生使ってくれんなら、俺嬉しいからって言ってくれて、そう、すげえ、もうリスナーの鏡だよね、ほんと。ちょっと欲しいんだよな。全然落ちねえな。大丈夫かな。直接かけちゃおう。全然落ちねえわ。一番最初に塗ってツヤも出て長持ちさせるやつ、一番最後に塗るんだ、トップコートって。ネイルって大体どれくらいで変えるもんなの？だから爪とか巻き爪にならないの？爪生えてくんの？大丈夫？だからネイルの仕組みがよくわかんねえよ。あ、下から生えてくるから関係ねえか。ネイルやろ。やっぱできる男はネイルやる。ビビってるってどういうこと？よくわかんないんだけど、ビビってんのっていきなり言われてもよくわかんないんだけど。何もビビってない。300円ぐらいか。なんかおすすめのマニキュアある？いきなりビビってんのって言われたらわかんないでしょ。何の話してんだこいつって。あ、巻き爪にはビビってるかな。巻き爪は恐ろしいよ。腹減ったな。あ、ていうかもうタトゥー入れたい。どう思う？タトゥー入れたいよ、俺。タトゥー。タトゥーを入れたい。顔に。100均もあんだ、マニキュア。はい、いらっしゃい。っていうかさ、俺聞きたいことあったんだけど、俺ってサイコパスだと思う？俺ってサイコパスだと思う？みんな。なんかよく言われるんだけど、サイコパスって何？俺ってサイコパスなの？サイコパスってなんだ？よく言われるんだよね。サイコパスだと思う？サイコパス診断やるか、じゃあ。サイコパスの診断やります。サイコパス診断やります。サイコパスの特徴、精神病質を指す言葉。よくわかんねえな。
サイコパスとは。サイコパスとは。これか。簡単に説明すればサイコパスとは著しく善悪を判断する能力が欠如している状態にある人を指す言葉で、先天的なものを指します。ちなみに社会生活の中で後天的に上気のような状態になった人をオシオパスっていうんだ。地下鉄サリン事件を起こした新教信者、はあ、ははあ、サイコパスは脳機能学的に明らかに異常がある状態があることが近年の研究により分かっており、神経学者でサイコパスインサイド、ある精神科学者の脳の謎の旅のジェームス・ファロンは以下のようにサイコパスの特徴を述べていると。ほう、つまりサイコパスは情動に関わる認知、強い認知のために使用される前頭皮質、複足のシステム欠乏に乏しいが、理性的な認知、冷たい認知のため前頭前皮質側システムは活発なままである。そのため両親のなんだこれ、圧石、圧石なんて呼ぶんだろう、圧石や共感を伴わず冷静な計画のもとに他人を操ることができる、相手を思いやる、気持ちを考えるといった情動を司る機能が乏しく、呵責って読むんだ、ありがとう、理想的な判断を司る機能が活発な状態がサイコパスの脳の特徴。自分の利益のために他人の気持ちや迷惑を考えずに冷静に行動ができる。てかサイコパスって何をもってサイコパスなのか全然わかんないんだけど。弁が立ち魅力的に映る、自信満々で利己的、過度なスリル。ちょっと待って、3番まで全部当てはまってないこれ。やべ、不安になってきたんだけど。ちょっと待って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 、ちょっと待って、なんか今3番までしか読んでないんだけど。弁が立ち魅力的に映る、自信満々で利己的、過度なスリルを求める。これ全部丸だね、3番まで。次行くよ。嘘をつくことに良心の呵責がない、平然と言葉巧みに人を利用する、良心の異常なまでの欠如。やばいな、まだ半分いってないのに。やばいなこれ、やばいな、やばいな、サイコ、やばいな。まあ7番いこう。人の痛みを理解できず冷淡、自己抑制ができず衝動的、無責任で己の非を認めない、他人に規制的、性に奔走、なんで奔放すぎる、人生計画がなく刹那的、知能指数が高くカリスマ的、一つのことに没頭する、幼少期に異常行動が目立つ。はい、パーフェクトです。はい、全部俺、はい、サイコパスでした、サイコパスでした、パーフェクトサイコパスでした。どうするこれねえ、どうする。10割だよ、1個ぐらいね、本当に全部じゃん。もうこれだってさ、誰がどう見てもさ、弁が立ち魅力的に映る、自信満々で利己的、過度なスリルを求める、嘘をつくことに良心の呵責がない、平然と巧みに人を利用する、良心の異常なまでの欠如、人の痛みを理解できず冷淡、自己抑制ができず衝動的、無責任で己の非を認めない、他人に規制的、性に奔放すぎる、人生計画がなく刹那的、知能指数が高くカリスマ的、一つのことに没頭する、幼少期に異常な行動が目立つ。これ俺の説明だって言われても納得できるでしょねえ。これ和道のブログだって、和道の分析ブログですっていうのでも、ああで納得できるでしょ。あ、俺解明します。はい。もういいや。サイコパスだわ、俺。はい。今日から僕の名前はサイコパス和道です。はい。名前変えます。はい。サイコパス和道です。
はい、サイコパス和道です。よろしくお願いします。はい、名前変えました。皆さんどうぞよろしく。サイコパスです。名前変えました。おはよう。ツイッターも変えとこ。ツイッターも変えます。もう僕はサイコパス和道でやってきます。これからもういいです、もういいです。もうリスナーに昔からサイコパスサイコパスって言われてたけど、もう名前変えるタイミング来たわ。いやもういいタイミングだから我の道に変えるわ。うん、いや和道にするわこれで、改名します。どうも皆さん和道です、よろしく。ちなみにのんちゃんのツイッターも小手半兵衛変わってたのみんな気づいてた？あのね、生粋の和道リスナーだったらのんちゃんのね小手半ツイートも変わってるんだよ。みんな知ってた？のんちゃんの今キャプチャーするね。うん、のりこ4788だから。のりこ4788に変わってるんだよ。で、ちょっと面白いのは説明欄メンテナンス中って。うん、この辺がいいよね。のりこ4788メンテナンス中っつってね。さすがだわ。そうそう、4788。うん、いやーすごいですよ。国道はいいです。はい、サイコパスワードをよろしく。あ、俺サイコパスだったんだ、知らなかったな。なんだろう、サイコパスワードってめっちゃしっくりくるな。サイコパスを調べたら、いや今もう調べ終わったところだよ。今調べ終わったところ。あーっていうか明日まで振り込み10万じゃねえか、 1.5 だから10万か、10万用意しないと。名前変わったよ、よろしく。サイコパスとは和道であるってウィキペディアにね書かれてもおかしくないよね。ウィキペディアの一番最初の文章だよね。サイコパスとはもしくはいかに著名なサイコパスのいかに著名なサイあじゃあ下記にサイコパスの著名な人物を述べよう、和道。しっくりくる。じゃあこれでいくわ。やっぱりね、5年目になるとね、名前に飽きが出てくるからね。名前を変えていこう。
なんで毎日同じ服なんですか。逆に聞くわ。なんでお前毎日違う服着てんの。ねえ。逆に聞くわ。なんでお前毎日違う服着てんの。ねえ。逆に聞くわ。なんでお前は毎日違う服着てんの。ねえ。教えて。なんでお前は毎日違う服着てんの。ねえ。なんで。ねえ、なんで。ねえ、なんで。なんで違う服着てんの。ねえ、なんで。言って。いや、そういうことでしょ。くだらねえ質問すんなよ。いや、有名配信者ってことでしょ。有名配信者ってことでしょ。朝方まで配信してる。あ、寝てる寝てる。うん。寝てる寝てる。大丈夫だよ。寝てるよ。おはよう。おはよう。いや、ピキッたとかじゃなくて、くだらない質問をするなよ。くだらない質問を。もういらねえんだよ、そういうテンプレートの質問。面白くもなんともねえから。理由なんかねえよ。生きてることに理由なんかないもん。彼女自殺未遂って本当、本当だよ。うん。でも結構前の動画だよ。ジャストミートあたる。だいぶ前の動画だよ、それ。1年ぐらい前じゃないの。だって、のんちゃんってこっからここまで全部リストカットの後だよ。ベルセルクのガッツより傷が多いんだよ。こっからここまで全部ぐちゃぐちゃになるぐらい、ケロイドになるぐらい刀傷だよ。うん。ちゃんまんみたいな喋り方だな。はい。日本人になんでお前日本人なのって聞いてるのと同じだな。そうそうそう。ひゃーっつってね。ひゃーっつってね。あ、アタルの動画見たよ、俺。アタルの動画見た。なんか飯の YouTuber だったわ。飯の YouTuber 再生回数結構多かったわ。見た見た。俺さ、あのヒゲじゃん、あの今サムネ表示されてないけど、がっつりヒゲじゃん。あれなんかの芸能人かなんかだと思ってたの。本人なんだね、あれ。見たわ。ヒゲもじゃもじゃで、なんか飯雑、ね、雑ではないんだけど、なんか面白かったわ。なんか普通にテーブルにいきなり飯置いて、いきなり飯食い始めんの。ただ食うだけな。だから飯テロだけの動画みたいな。すげえなと思って。結構良かったよ。いや、サイコパスだったわ。なんか世界の車窓からみたいなジャンルだよね。うん、いや、新しいと思って。飯食いながらうんちく垂れるもんだと思ってたの。違くて。なんか、俯瞰してる、なんか机がボーンって置いてあって、部屋の中の。で、当たるが、飯バーンって置いて。で、俺だったら、今日のおかずはこれですとか、オーバーにやると思ったら、なんか、普通に食い始めんの。淡々と。ひげの長いおっさんが、飯を淡々と食う動画って新しいと思って。今年の1月に和道とのんちゃんとのぞみのコラボ動画の様子見たけど、のぞみのツッコミかなり爆笑した。あれ何が違うよ。朝起きたらだよ。俺寝てたの。寝てたら、ね、寝てたらどんな声が聞こえてきたかっていうと、いや、あのさ、ダメだよ。なんで、なんで、なんかさ、のりこさんが、なんで友達のことを裏切るの？そういうの最低だと思うよ。ダメだよ。そういうのダメだよ。ねえ、なんで？なんで？なんでそういうことすんの？ごめんなさい。いや、ごめんなさい。
いや、だから、いや、だからさ、だからさ、っていう声が聞こえてきたの。え、何何と思ったら、何何と思ったら、俺の部屋にのぞみがいて、のんちゃん正座してんの。あれ、コラボじゃないかんね。俺、朝起きたらのぞみがいて、のんちゃん正座させられて説教されてたんだよ。ねえ、もう帰れっつってんのよ。帰らなくて。ねえ、もう1時間ぐらいそれが行われてて。ねえ、もう無理だわと思って配信つけたの。いや、マジだよ。マジだよ、これ。あれ、コラボじゃないかんね。コラボじゃない。乗り込んできたんだよ。いやー、すごいよな。のんちゃんバーサスのんちゃんだかんね。いや、朝っつうか夜中じゃなかったかな。確か夜中だと思う。あれはリスナー、運転手。全然意味がわかんねえよな。全然意味がわかんない。なんで俺の部屋にのぞみいるの。いや、びっくりするよ。朝起きてのぞみが部屋にいたらびっくりするでしょ。で、みんな配信者だから、なんか台本組んでるんでしょみたいな感じがするじゃん。はたから見ると。朝起きて部屋にのぞみがいるってびっくりするからね。で、彼女めっちゃ怒られてんだよ。どんな状況だよ、これ、と思って。帰らねえし。いや、すごいでしょ。のんたんがのんちゃんに怒ってるんだよ。意味がわかんねえよな、マジで。将棋だったら王手だよね。いや、詰みかな、うん。将棋だったら詰みだね、うん。参りましたって言うしかないからね。それ以外の言葉出てこないもんね。いやー、すごいよね。キャラ強いよな、本当に。いや、勝てないもんね。鮫島兄弟に口喧嘩で勝てないもん。しかもね、俺ね、鮫島さんの鮫島の意味を当てたんだよ。鮫島さんの名前の由来、ついに見つけたの。なんか2チャンネルで有名な鮫島事件っていうのがあって。で、そこにみんな鮫島事件について語ってるんだけど、ニコ生の鮫島ハテナマークっていうコメントがあって。で、鮫島さん本人に電話して聞いて、鮫島事件って知ってますかって聞いたら、ああ、あれだって俺の小手版そっから撮ったんだよ、つって。知ってる？鮫島事件2チャンネルの。はい、行ってらっしゃい。2チャンネルで有名な鮫島事件から鮫島さんの名前取ってて、すげえ面白いよ鮫島事件。なんかもう日本でネット界に面白いの、まずね、いっすいっす、あの2チャンネルで有名な鮫島事件について語ろうっていうスレッドがまず立つの。鮫島、あの封印された鮫島事件について語ろうとか、あの2チャンネル史上一番やばい鮫島事件について語ろうみたいなスレッドが毎回立つのよ。古いスレッドなんだけど、はい、TK 忍者さんおはようございますって。で、あのまず語り口調がやめとけ、鮫島事件は思い出したくもないとか、鮫島事件のことを風化させてはならないとか、煽りから入るの必ず。で、そうすると釣られるのね。新規が、お前、鮫島事件って何ですかっていう人が来たら、また来たか、鮫島事件を忘れてるやつがとか、鮫島事件は検索するな、いやむしろもうネットから消えているはずだとか、バン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 新規を煽っていくので、結局鮫島事件って存在しないの。鮫島事件は存在しないんだけど、
みんなが毎回スレッドが立つたびに、なんか、ああ、あの事件か、みたいな感じで脚色を入れていくの。で、もう日本最大の、もうネットから消された最悪の事件なんだけど、その時、そのスレッドによって事件の内容が変わる。で、検索しても出てこないの。当たり前だろう。鮫島事件は闇に葬られた事件なんだって言って、そう、みんなで楽しむっていう。それが面白いんだよね。あれは被害者がもういたたまれないとか、なんかみんな乗っかってくるの、どんどん。その。で、ネットに検索しても出てこない、本当なんですかとか言って、当たり前だろう。鮫島事件は闇が深いとか言って。だからそういうなんかノリがあって、すごい面白いんだよね。なんか全部ほわーっとしてるの。全体的に。だから鮫島事件を知らないのが正解なんだよ。でもすごいよね。ニコ生の鮫島さんのことですかって言われるってことはさ、本家のスレッドよりもニコ生の鮫島の方が有名ってことだもんね。それすごいよね。そう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 、都市伝説化させていくっていうスレッドなんだけど、そのネタバレは絶対しないのよ、鮫島スレでは。でも俺すごいなって思うのが、元ネタの方よりもパクった方が有名になってるっていうのはちょっとかっこいいなと思って。いや、ちょっと感動したよね。なんか知ってる人が、知ってる人の名前の元ネタっていう。っていうか、ゆいがさんのさ、座談会ってメンバーとかどうなったんだろう、うん、でも、なんか結果往来だと思うんだよね。企画自体は潰れちゃったけど、ゆいがさんが、ワード、あれ俺がやっていいかって言って、実現するっていうのは、俺の中で結構嬉しいんだよね。なんか、捨て頃はゆいがさんが考えて、結局便所太郎さんがやって、俺の企画はなくなったけどゆいがさんがやるってちょっと面白いよね。なんか生放送っぽいっていうか、確信つこうとすると誰かが来るってのがオチ。あ、そうだったっけ。そうだ、消されるみたいな感じなんだよね。それ以上書くなみたいな、あいつが来るぞみたいな、そんな感じだったっけ、鮫島スレッド、うん、誰かが必ず来るってなんだよな。あのさ、電話のさ、急通ダイヤルみたいなの、なんかリカちゃんの電話みたいなのなかったっけ。おっと、誰かが来たようだとか、うん、そんな感じだったっけ。なんか怖い話のテンプレートで昔からあるやつ、あのなんだっけ、ウミガメのスープって話知ってる？ウミガメのスープ、俺ね結構その怖い系の話の中で結構好きなジャンルなんだけど、あのちょっと面白いんだよ。ウミガメのスープ知ってる人多分おっさんとかおばさんだと思うんだけど、なんかね変な話なんだよウミガメのスープって。知ってる？あれの世界観良くない？ああ、やっぱ和道リスナーは知ってるよな、ウミガメのスープはね、うん、今多分若い子とか知らないだろうね、ウミガメのスープ。え、ゲームもあるんだ、うん、俺はあの世界観結構好きだよ。はい、ロハコさん、ワド2、名前だけは聞いたことあるんだ。いや、なんか、あの、都市伝説っぽい、その、実は、なんか、鮫島事件と一緒で、実話っぽく語るやつなんだけど、なんか、ちょっと推理っぽい感じなの。なんかね、怖い話っていうか、変な話なのに、疑問系で終わるの。なんでだと思うっていう、クイズ形式なの。それが面白い。流行ったよね。これ見たら死ぬから絶対見るなスレッド。まあその系列だよね、うん、オチだけ分かるんだったらストーリー分かるはずだけど。
二ちゃんの呪いってホラーモードで、鮫島事件やウミガメのスープ作品になった。ウミガメのスープはね、俺あれだよ、もう小学生の頃から知ってたから、あの二チャンネルができる前からテンプレートであったよ、ウミガメのスープは。おはよう。なんか今日配信者多いな、知らないから教えて。あ、じゃあウミガメのスープやります。あ、あ、ウミガメのスープいきます。コックリさんはもっと古い。音流れてない。あれ、あれ音出てる。あ、俺か。これ本当にあった話なんだけど、あのウミガメのスープって結構有名な話なんですよ。で、一人の若い漁師が、漁師っていうか、まあ豪華客船があるんですよ。まあタイタニック号みたいなすごいでかい船で、でそこの、あのコックの見習いとしてとある若者が、働くことになった。でやっぱりでっかい豪華客船なわけだから、あの何ヶ月もその船の中で生活しないといけないね。でまあそこのバイトをやろうと、まあ働いてみようっていうことで働き始めるんだけど、その船っていうのが実はあの航海の最中に難破しちゃうんですよ。で船が沈んじゃうんですね。でもう必死になって、あの泳いでなんとか無人島にたどり着くんですよ。もうすごかったらしいのね。もう人の死体から、もう残骸から何から、もう流れ、もう海中に流れちゃって、で実はそこの助かって無人島にたどり着いたのはその男の子だけじゃなくて、もう一人そのコックをやってた人も助かったんですよ。でその無人島は食料がなかったのね。だからすごい小さい島で、島をくまなく探したんだけど食えるものがなくて、まあ雨水とか貯めることができたんだけど、でもその二人っていうのは何を食ってしのいだかっていうと、缶詰が、船の缶詰とか食料が流れてきてたから、それを必死になって拾い集めてたんですよ。あ、これで数ヶ月は生活できると、大丈夫だっていうことになって、その二人で、料理をできるコックの人と見習いの人で、ずっと生活をしてた。その缶詰のスープであったりとか、その肉であったりとか、調味料とかはないから、でも生きるために必死じゃん。で、もう食料がなくなってきたのよ。で、そこを尽きちゃったと、ついに。あ、このままだったら俺らダメかもしれないねって。で、しばらくの間は、こう、水だけで生活をしてたんだけど、もうダメだと。二人も衰弱してきて、もうすぐ死ぬぞっていう時に、俺が何とかすると。料理長が。で、ちょっと待っててくれと。で、俺は海の方に泳いでいくから、もうお前の方が体力衰弱してるから、お前はここで待ってろと。で帰ってきて、そのスープを作ってくれた。で、あーなんとか生き延びたわーって言って、食ってうまいっすうまいっすって。でそれがそのウミガメのスープだったのね。ウミガメ、海に潜ってウミガメを殺して、なんとかそのスープを飲んで生きながらえたと。で偶然その客船が通って、その二人は数ヶ月間無人島でサバイバルをしたんだけど、なんとかその二人は生き残るんですよ。で、数年後、その男の人っていうのはもうおっさんになって、で、その時のこととかも心に刻みながら普通の生活をしていたんだけど、ある日高級レストランでご飯を食べるんですよ。それがウミガメのスープだったの。多分その男の人っていうのはさ、その無人島生活で
そのね、ウミガメのスープにはものすごい思い入れがあるわけですよ。で、そう、料理を作ってくれたシェフに、実は僕はこうこうこうで、若い頃こうで、こんなことがあって、ウミガメのスープで命を救われたんですよ。で、ここのスープは、あ、ここのお店、このレストランはウミガメのスープがすごい有名だって聞いて、実はあれから食べてないんです、10年間ぐらい。で、ちょっと思い出を忘れないために、美味しいウミガメのスープを食べに来たんですって言って。で、料理長も、ああ、そうなんですかっていうことで。で、腕によりをかけたスープを食べたと。で、その男、そのスープを食べて、そのビルの屋上から飛び降り自殺をするんですよ。男は一体なんで死んだんでしょうか。っていうのがウミガメのスープっていう話だね。ありがとうございます。これが俺が聞いた方のテンプレート。男はなぜ死んだのか、なぜ自ら自殺をしたのかっていう話だね。初見さんいらっしゃい、若津。それをみんなでこう議論するっていう、これが俺が聞いたやつで。でも多分ね、これテンプレートは多分これなはずだね、ウミガメのスープは。で、小学生の時に聞いて、大学生が流行らせたやつなんだよ、この話って。で、結構そのネットがない時代なのにブワーって全国に広がったので、多分脚色が入ってない綺麗なテンプレートな、わだかまりが残るし、なんかそんなにね、別に変な話でもなくて、その推理をするっていうのを楽しむ。みんなで、ここにいるみんな170人とかで、答え知ってる人は書かないでね。答え知ってる人は書かないでほしいんだけど、なんでその男は自殺したのかをみんなで推理するっていうその話は。ワド企画でミニ議論会やろうぜ。あ、いいよ、全然。東京来んの？それとも何？スカイプとかでってこと？ LINE とか？通話で？いいよ。カッシーに全然乗っかるよ。やるやる。うん。もし、なんか、企画が固まってるのはミーティングしようよ。電話かけてきてよ、今。そう。わかると怖い系話に近い。もう検索しちゃったの？ね、なんかね、最近ね、俺全部検索して答えを求めるのはね、ちょっと、なんかあんま好きな文化じゃないのよ。なんかその、過程を楽しまないっていうか、過程を楽しんでほしいんだよね。答えはある。答えはあるっていうか、もう、その、なんでその男が自殺したのかっていうのをひたすら考える系の話なんだけど、考えてみて。みんな思いつくこと考えて、コメントに書いてみて。なんかね、最近ね、間違うことはダサいっていう文化が俺本当に好きじゃないんだよね。なんかこう、いろんな解釈の仕方とか、いろんな考え方を、もっと多様性を受け入れていこうよって思う。今の話を聞いた感想？わかると怖いけど、じゃあ自分で推理して、もう、答えが見えちゃったんだ。なるほど。パイの物語を知らない俺。そうそう、そういうこと。要は、死体のスープだったの。自分が生き延びたのは。そういうこと。そういうことです。ナポリタンみたいなオチは鮫島事件と同じ感じ。ナポリタンがわかんねえな。だから結局、その彼はレストランで初めて答え合わせをしちゃったっていうことね。レストランで本物のウミガメのスープを飲んだ時に、全然違う味だったから自殺したんだよ。でもこの話ちょっと無理があるけどね。大学生っぽいっていうか、そう、若者が楽しみそうな話だよね。東京なら今月中行くと思うから必ず早めに連絡するわ。OKOK。何？その日に企画をやるのか、その日にミーティングするのか。もし企画が固まってるんならもうメールで投げちゃってほしいかな、概要。そしたらもうその日にやろうよ。座談会なのかな？ミニ議論会か。だったらあれ、キャスバーでやるんだったら、ね、集客とかもしようよ。キャスバーで席設けてもらって、何人かメンツ固めるんだ。そこでオフ会みたいな感じで。で、企画流しちゃおうよ。インチキ大王さんに言えば絶対貸してくれるから。
そしたらオフ会も兼ねてリスナーさんとかも楽しめるじゃん。写真のなんか携帯ぶっ壊れてんな。ミーティングで議論の概要とか固めるためには多い。あ、いいよ全然。いいよいいよ。あ、来るとき連絡ちょうだい。多分ね、野球の時に来るんだろうね。分かると怖い関係だけど答えはないっていう話なんだ。あ、じゃあもう鮫島事件の構成と全く一緒ない。人を散々煽らせるだけっていうね。煽るだけ煽って逃げるってやつだ。え、ていうかさ、ミュウツーとの戦いはどうなったの？なんかリスナーさんに聞いたら、あのなんかミュウツーがやりたがってないって聞いたんだけど、なんかそのやるんならやるでさ、あのちゃんと準備したいんだよね俺は。要は捨て頃みたいにちゃんと鍛えないとボコボコにできないじゃん。どうすればいいんだろう俺。なんか聞いた話はドレさんとミュウツーが電話したけど、あんまりやりたがってないって聞いたんだけど、どうなんだろうね。どうすればいいんだ俺は。どうしようかな。 LINE？ いや、いいや、向こうも放送中だし。だから今盛り上がってるっぽいからいいや。まあ逃げるだろうね。まあでも人の悪口言ってそんなもんなのかってどん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 干されるよ。っていうか鮫島さんのさ、鮫島さんめっちゃ乙女なんだけど、これ鮫島さんの家に着いたらさ、ワドこれプレゼントってのんちゃんの分と俺の分くれたんだけど、のんちゃんのは違うデザインなんだけど、ペンダントなんかお姫様の金属の板がついてて、鮫島さんと乙女だよね。すげえ可愛いの。しかもちゃんとできてるし、すごいよね。のんちゃんと俺にプレゼントくれたペンダント、あ、来てくれてありがとうねって。まあ、なんでか知んないけど帰りに5000円って言われたけど、走って逃げてきたよ。プレゼントがあるっつって2人ともネックレスつけて、じゃあお疲れ様ですっつった、ちょっと待って5000円ずつって言われたからブーンっつって帰ってきた。金取るんかいって。やだね。鮫島さんってロマンチックだよな。いや、プレゼントなのに金、俺も思ったよ。プレゼントなのに金取るんだと思って。
あ、またハート花火出んだ。タイムセールやってる。いや、鮫島兄弟はアーティスト向いてると思うよ。すげえ、すげえいいと思う。うん。それはわかる気がする。な、絵とか描いたらすごい才能出そうだよね。昨日、いや、見なかったんだけどじゃなくて、家に着いた瞬間放送しないことにしてすぐ帰ることになったんだけど、いや来てくれてありがとうみたいな。でどうする、配信するみたいな。で任せるって俺に鮫島さんから言われたから、いやどうします、鮫島さん決めてくださいって。まあのんちゃん怪我してるし今日解散すっかみたいな。まあタイヤンパンクしたしみたいな。あ、すいませんっつって。いや、なんかカッシーニと、そうそうそう、コラボだね。いや、あのね、俺、その、ミュージシャンにしろ、配信者にしろ、アーティストにしろ、小説家にしろ、全部一緒だと思ってて、何かを表現する人っていうのは、内側にあるものを表現する人じゃん。で、俺実は配信者ってアーティストとかに近いと思ってるの。実は、表現者だから。で、表現者って身を削ってやってるんだよ。アニメーターとかも。だから、その、俺ね、バーで飲んでた時に小説家の人と飲んだことがあるんだけど、俺それ配信論に聞こえたの。で、すげえいい体験だったんだけど、小説家、なんかこう、いい感じのおっさんが飲んでて、で、俺と二人だったの、飲んでて。で、俺はよくマスターと喋るから、マスター結構巻き込んでくれる人で、この方小説家の方なんですよ、つって。で、この人はプロで、その配信、インターネットで飯食ってるんですよ、つって。ああ、どうもどうも、つって。で、その人はネットのこと詳しくなかったんだけど、その人がいきなり面白い話があるんだって言ってくれて、あ、ぜひ聞かせてくださいって。あの、ベストセラー作家って誰でもなれるんだよっていうの、その人は。なんか、才能があるとかないとかじゃないんだよって。とある条件さえ満たせば、ベストセラー作家には誰でもなれるんだよって。100万部ぐらい売れるんだよっていうの。ぜひ教えてくださいって言ったら、君の人生の中でも、世界中にいる人生の中でも、一番面白い話ってあるでしょうって。だけど、その話をすると、家族であったり、友人であったりに嫌われる話ってあるよねって。要は話しちゃいけないことってあるでしょうって。ありますねって。それを本音で惜しげもなく書けるやつがベストセラー作家だよ。なるほどって思った。だからみんな破滅的な行動に出たりとか、その友達がいなかったりとか、自殺未遂とか、面白い作品を書く人ほどなんかこの全部出すじゃん。で、正直に書くじゃん。その本当のことを。書いちゃいけないことを。だけどそれを客観的に購買する側からすると、それは読んでてスリリングな、面白いのよ。で、俺それね、金梅さんとかうなちゃんマンに感じたの。それ配信も一緒ですよって。そう、配信の話は聞こえるでしょ。言っちゃいけないこととか、そのなんつうの、自分が友達いなくなるような話を惜しげもなくできる人って売れるじゃん。だけど周りから人が去るじゃん。でもリスナーは集まるじゃん。だからね、すごい似てると思って。そうで、本質的にはその絵がいいからとか曲がいいからとか、なんかその側の部分だと思ってて、それはその人の一部分のものだと思ってて、で、あのアーティストの人とか画家とかってコミュ障だったりするじゃん。その人と会話ができないタイプの人っていうか。でも俺そういう人の方が絵を描いたりとか表現をするの向いてると思ってんので、なんでかっていうと、世界とのつながりが断たれてる人の方が、絵だったら世界とつながれるとか、漫画だったら世界とつながれるとか、その方が表現力が高くなると思ってんの。うん。大きな代償を支払うと大きな見返りが得るっていうことじゃなくて、実は配信者も売れる方法は誰でもあると。配信論で言うなら、その人の言葉を借りると、誰でも大手になれる。ただ周りからリアルな友達、職場、何もかも全て失うような話を、インターネット上で常にさらけ出せるやつっていうのは大手に誰でもなれるの。だけどやらないだけなんだっていう話。
今のその話を配信に例えるならね、だから大きな代償を払うと大きな見返りがあるんじゃなくて、そう有名になったりとか売れるっていう条件っていうのは実はそう法則性があると。ただそれをやったら失うものがでかいからやらないだけっていう、いやって思うじゃん、才能のある人だけだと思うじゃん、それは当てはまらないって。俺実は配信でもそれ思うの、うん、あの才能、要はそれが才能なんだよ、要はそれができちゃうこと自体が才能なの、うん、俺はそう思うよ。あーパワー感じた。なんかね、才能って人間でよくさ言い訳で才能があるからだとか言うけど、そんなことないと思うよ。みんな同じ人間なんだからそこまでスペック変わんねえよ、うん、要はね、そうぶっ飛んでるかどうかなんだよ。なんか頭のネジ1個外れてるかどうかなんだよ。それ才能じゃないんだよね実は。で、ね、後輩でいきなり売れた人とかもよく見てるけど、やっぱ腹くくってるんだよね。大手になるって決めてるっていうか、俺は売れるぞっていう風に決めたやつだけがそうなってるって。でやっぱり売れないやつって腹くくってないもん、うん、話をオブラートで包まない人で、行動もそうだね。ニュアンスが伝わらないのはセンスの問題だな、それは。オブラートで包まないっていうか、生き方の問題のメタファーなんだけど、そうそうそう、それができるかできないかだけが才能。そうそう、高俊さんのこと、うん、才能イコール努力っていうのは、そのスポーツとかが俺はそうだと思ってる。どちらかっていうと、努力を続けて何かができるっていうのはアーティストタイプじゃないんだよ。スポーツであったりとか勉強であったりとか、そういう蓄積が必要の資格であったりとかで、配信会って努力だけじゃどうにもならないんだよ。絵とか、要は小説とかもそうでしょ。もちろん文がうまく書けるとか読みやすくするとかはできるんだよ。語りを多くするとか絵面をどうするとか、そういうテクニカルな部分は努力で補えるんだけど、やっぱりね、人間が面白いかどうかだよ。人間が面白いかどうか、俺はそれはもう体感的にわかる。配信の才能、覚悟だね。本当に腹くくってるかどうかだよ。みんな腹くくってるよ、やっぱ。もうそれはそのある程度有名になった人の中では共通してるの。この人はこうなるだろうなっていうのを分かるの、みんな。あ、この人の腹のくくり方すごいっていうのがあるんだよ。で、やっぱりダメだなって、やっぱりあいつダメだよねっていう風にやっぱ言われちゃう人って、みんなダメっていうのよ、大手の人は。で、それは何なのかっていうと、覚悟が足りないんだよね。行動に出ちゃうんだよ、それが。まあまあ仕事とかでもそうなのかもしれないけど、そうそうそう、俺はそうだな、俺の考え方ね、これはバレーニョだから、別にその絶対そうだよっていうわけじゃなくて、俺はそういう風に分析をしてる。で、今話したのは才能とは何なのかって話だよね。要は身を削れるやつ、ボロボロになれるやつ、要は女子供家族を捨てられるやつだよね、うん。後先考えないやつとも言ってもいいかもしれない。だって俺もそうだし、みんなそうでしょ。家族と仲良くやってますっていう人少ないよね。有名であればあるほど。もう家族と縁切れてます、友人とも縁切れてます、配信しかありませんっていう人ばっかりだよね。うん、やっぱそこを理解してもらおうっていうのは難しいよ。何も持ってないやつは実は最強なんじゃないかっていう可能性の意味では、まあ、そういう風に考えるね。何も持ってないことは君の武器の一つだよって、若い子がもしいるんなら、うん、何もかも手に入れる可能性しかないわけだから。だから俺がよく言うのは、その今持ってるもの、今得てるものの全部が配信で手に入れたけど、配信を始める前に手にしたものって俺全部失ってるんだよ、本当に。配信を始める前に大切にしてたものとかは全部なくなった。何もかも全部全部なくなった。配信で全部を失ったけど、今あるものは配信で全部手に入れた、うん、ものっていうか、その全てのことも含めてだよね。
現象も含めて。配信前の状態っていうのはもう何もないよ俺。どうなんだろうね、自分でも気がついてない才能ね。俺はでも配信やってよかったなっていうのは心の底から思ってるよ。心の底から配信やってよかったなっていう。辛かったことも多いけどな、本当に。いや結構プライベートでひどいことも言われたよ。そのひどいことを言ったやつらが今俺のことをどう見てるのか知りたいけどね。でもなんか面白いのが、そのバーとかで飲んで、その配信と全く違う世界の人とかとお話をするときに、配信でお話、配信以外の人から質問されるときによく言われるのが、ネタはどうやって作ってるんですかっていう質問が多いね。そのネタをどうやって仕込んでるのか論みたいのはよく質問で受ける。だその毎日毎日喋りで食っていくわけでしょ。だからそこが気になるみたいね。ネタってどうやって作ってるんですかって。腹減ったな、ご飯炊こうかな。ちょっと向こうで洗い物しながら雑談やるわ。喋りはするからコメント普通に書いて。いい答えだね。あ、声聞こえる？大丈夫？あ、イヤホンどこだ？え、どうした？あ、起きたの？今起きた。うなされてた。うん。今お米といてあげるから、1時間後ご飯食べれるようにするから。食べるでしょ？うん。うん、寝てな。小声で喋ってもね、マイクの性能がいいから声拾うんですよ。聞こえるでしょ？すごくない？どんだけマイクの性能いいんだよな。聞こえるでしょ？大丈夫でしょ？これあれだよ、部屋の奥でさ、小声で喋ってんだよ。大丈夫？
えるでしょ、うん、ありがとう。のんちゃんがさ、手で出しちゃった。あ、危ねえ。のんちゃんが手で出してるから、俺が作んないと。困った時はね、パートナーが困った時は俺がやんないと。はいし。あれ、自分のコメントとコメビューできないのか。コメントは見ないとダメだもんね。どこ、どっか、あ、スマホスタンド持ってこようかな。これいいよね、料理しながら配信ができるっていう。意外とノイズ少ないのがいいよな。ティッシュある。あ、いいや。部屋片付けな。部屋が汚すぎるよ。
な板ハイターとつけるか。まな板って定期的にハイターつけた方がいいんだよね。雑菌だらけとかよく言うもんな。毎日でもいいんだ。主婦が多いこの時間帯は。物が増えたな。みんな自炊ちゃんとやってる？キッチンアワハイターなら楽。ほうほう。へえ。今度買ってみようかな。ありがとう。自炊は本当哲学だよね。安上がりだし美味しいし、自炊は哲学だよ。最近のんちゃんがやってくれるからキッチンに立ってないね。ちゃんとやってたのにな。筑前煮とか作りてえな。みんな得意料理ある？でもさ、今さ、筑前煮とかもよく作るね。筑前煮大好きなんだよね。100円均一の包丁、普通に使えるからね。
何でも100円で買えるからすごい時代だよな。びっくりするよ。何でも100円。あ、いや、一人暮らしは安いよ。自分で作るとコスパ悪い。家族がいたりとかさ、食べる人が量多いと安くなるんだよね。あと同じものを毎日食うのは嫌なんだよな。それそう、作り置きは大変だよね。だから一人暮らし用の分量で売ってないじゃん、家庭用じゃん。大体100均使い捨てなんだ。俺100均だけどずっと使ってんだ、これ。いや、便利だよな、100円均一。ダイソーはすごいよ。ビニール袋あった。いや、久々に台所立つとテンション上がるな。掃除しよう、掃除。料理配信でキッチンが狭いからやりたくないんだよね。完璧にやりたいからさ。今度セット組むわ。あ、100円ローソン、そうなんだ。ありがとう、教えてくれて。今掃除中です、キッチンを。そう、便所太郎さんが部屋かっこいいから見習って俺も綺麗にするわ。藤太郎さんの部屋セットみたいだもんな。かっこいいよね。開放は上がったことあるもんね、家に。ステンレス錆びてるんだけど。錆びるんだよ。ピカール買おう、今度ピカール。あー、そう、ベンゾ太郎さんと3万の部屋はかっこいい、センスある。ほんとにセット組んでるみたいな。美的センスいいんだよね、あの二人。かっこいいよな。さんま、なんでさ、あんな審美眼持ってるのにさ、あの歯とか生えないんだろうね。歯直した方がいいのにね。顔も悪くないのにさ。イケメンとまでは言わないけど、可愛い顔だよね。ビジネス歯抜けなの。かっこいい部屋だよね。
歯は高いんだよ。え？歯は高いんだよ。歯は高いのか。いや、歯代ぐらい稼いでるでしょ。え、でも保険効くでしょ。効かないよ。効かないんだ、歯って。入れ歯しかないよ。入れ歯保険でできるのは。配信部屋、妖怪部屋みたいだけど、リビングがすげえ。リビングかっこいいよね。なんかあのギャップがかっこいい。あの仏像の絵とかも。なんかその陰と陽って感じですごいいいよね。免除さんはなんか所ジョージみたいだな。ああいう素敵な遊び方ができる大人になりたいね。いや、俺大人だったわ。大人だったわ。32だわ、俺。びっくりだわ。マジか。大人になっちゃったか。まだ子供だと思ってた。かっこいいよ、便所さん。服とかも。幼児山本のモデルやってぐらい、もうやってるぐらいだ。換気してもらってもいい？ごめんね。いや、俺の部屋はね、ちょっとダメ。今はダメ。白と黒と赤しか買わないからね。カラーは統一しやすいんだよね。
白は清潔感あるよね。黒はね、今ね、ライトが欲しいんだよ、かっこいい。スタンドライト1本しかなくて、ライトなんだよね。部屋シンプルにしてライトが一番いい。ロフトでかっこいいの履いたい。え？ロフトでかっこいいの履いたい。ロフト行く？今日。行かない。ロフト行こうよ、のんちゃん。フローリングの色に合わせると綺麗にできる。家のレンジはあるよ。電子レンジ2つあるんだよね。店やってた時のと家用のやつ。だからね、あの食器棚とかがないからね。ここだよね。するから食器棚とか置き場所あればね。マジで欲しいんだけど。置き場所がない。あ、でも俺の家置き場所ないよね、うん、カオスだよね。でもさ、一回さ置けるかもしれないからさ、 DM 送ってもらって、あれだったら送ってもらいたいよね。
いいね、引っ越し新規って。俺も引っ越しね、2年後ちょっと頑張ろう。なんか2年後引っ越しちょっと頑張ろうよ。うん、更新しちゃうからさ、この家。うん、頑張って稼いで、頑張って稼ごう。海外とかで生活もしてみたいな、数年間。まあ、俺らの場合部屋の中にずっといるだけだろうね。海外いても。そうだね、断捨離っていうか、まあ、節約だよね。身の丈に合った生活を。あ、全然持ってきてくれるな。メキシコっていうかね、あの別に部屋の中いるだけだから。例えばさ、あの部屋配信やってる分にはだよ、あのいや引っ越したわっつってさ、部屋から出なかったらさ、いや日本の埼玉だよとか言ってもバレないわけだろ。なんかあれ、なんか日が沈むの遅くねとか、それぐらいでしょ、うん、あんま影響ないよね。時差があるチキンって釈迦だよ。え、何？時差だね。油がすごいこびりついてるね。あ、これも洗おう。油がすごいから壁洗う。染みついてる。なんかみんな住みたいさ、県とか国とかある？おすすめのところ。なんか庭付きの家に住みたいな。どこが
庭付きの家に住めるような場所あるかな。もんちゃんどこか住みたいところある？もんちゃんち。もんちゃんち？だってもんちゃんち俺入れないじゃん。わざとなんかダメだって言われちゃう。そう。あんなろくでもねえのダメだっつって。評判悪いからね。知られてた。うん。ちょっと嫌だよ、ね、なんかこの人と付き合ってますって言ったらおいこれ知ってるぞーいっつってちょっと嫌だよな。思ったよりも無駄に有名まさか知ってた、ね、見たことあるぞこいつっつって生ポのやつだなっつってよりによってみたいな。よりによって和道かよみたいな。じゃあ誰だったらいいんだよってなるよね、うん、逆にあの今度お父さんに聞いてくれよ誰だったら OK なんだよ。残念な月とか有名じゃなかったらよかったんだ、はい、でしょ多分有名なやつは全員 NG ですだよね、うん。そんなにさ、ネットとか詳しいわけじゃないんだよ。うちの弟とか。そうなの？ YouTube とかさ、子供が見るとかさ、そういうようなさ、ちょっと暗黒放送とか、あ、それだ。暗黒界隈で知ったのか。うん。なるほど。え、子供って暗黒とか見んの？うん、いや、やっぱヒカキンとかさ、課金とだってみどりさんが全然関係ないでしょ。でも YouTube 見てたらさ関連動画、うん、むしろ暗黒放送なんて子供見たらダメでしょ。うん。まあ、俺の放送も大概だけど。車にさ、なんかオレオレ詐欺に注意とかさ、変なうちは入れられてそう。あれや、何？あれ、お父さんなの？あれ絶対そうだよ。あ、そうなんだ。あ、渾身のギャグ。そう、渾身のギャグ、うん、そういうことだったのか。これさっき、映像使ったよ。車にあったら気づいたからチラッとカメラに映してる。仕込みだったのか。俺俺詐欺に気をつけてくださいってうちは入ってたもん。お腹すいた？うん。待って、じゃあ急いで作るわ。掃除が始まっちゃったから。掃除枠。え？掃除枠。まあ映像が映らない掃除枠意味あんのかって感じ。換気扇とかはじゃあ今度やるか。いいやつ。いいやつ私。枕。
薄い枕とかあるよ。ああ、なるほど。腰に悪いから。腰に悪いよ。洗濯機買えば？洗濯機？洗濯機高くない？高くないよ。いくらぐらい？これを捨てないとね。だから買い替えるときにその引き取ってもらえるの。そんなことできるの？そう。めんどくさいじゃん、リサイクル法がなんとかとかで。洗濯機買うか。でも別に俺コインランドリーでもいいんだけどね。ここまで来たら。だから東京の人とか多いらしいよ、コインランドリーでもずっと賄うみたいな人。うん。いいけど、ちょっとずつ洗濯してった方が楽じゃない？いや、そのためになんか同じ服を着てるっていうのもあるかな。うん、それよりも掃除機変えたい、俺。あのハンドクリーナーみたいな掃除機でよくない？この部屋。でかいね、いらなくない？ああ、捨てたい。
ダイソンとか憧れ。あー、ルシさんどうも。ダイソンはなんか吸わなくなるらしいよ。嘘、ダメなの、うん、ダイソン。でもなんか保証で新品の交換してくれるせいなかったもんね。それは何年保証とかでしょ。ああ、ダメなんだ。いいものだと思ってた、ダイソンは。あ、でもちょっと使うにはいい、うん、やっぱ日本のメーカーの方がいいのかな。結局紙パックらしいよ、いいのは。あ、そうなんだ。結局そうなんだ。掃除機も横型流行ってるけど、縦型の方が全然高性能らしいもんね。うん。最近のはどうかわかんないけど。iPhone 8買ったんだ。今日発売？ iPhone 好きだよね、ルシさん。iPhone つか、Apple 製品好きだよね。アップル信者。回線にしちゃうんです。サクサク、あ、いいっすね。すごい。今まで何他だったの？ソフトバンクとかだったの？もう今ね、 iPhone もソフトバンクの独占じゃなくなったもんね。うん、あれ、孫さんがジョブズと友達で独占契約作れたんだよね、コネクションで。うちで日本独占販売させてくれるっつって。ジョブズが死んだからもうできない。Y モバイルの SE、 あー、格安だったんだ。いいなー。え、のんちゃんどこ回線だっけ。 AU、 AU なんだ。
古いけどね。古い。うん。でも防水だから。え？防水だからね、便利。ああ、防水なんだ。うん。アンドロイドだな。アンドロイド。アンドロイド苦手なんだよな。なんか動きが滑らかじゃなくない？そう。あんまり使わないからね。のんちゃんあんまり使わないから。はい、潜りで妖怪に。寝たのちゃん。寝れた。寝た？うん。
ばい、スマホがない。え？スマホがない。なんで？車の中かな。いや、わからん。うん、まあいいや。鳴らす？うん、いい、後で。料理はしてない。今話し終わったところ、大掃除しちゃったよ。今料理って言ってもね、米を研ぐだけでもう仕込みは終わってるの。あのサーモンにめんつゆとごま油と黒胡椒の中に一晩サーモン漬け込んであるから、それの丼だからさ。まあそうそう、黒胡椒、ごま油、めんつゆ、サーモンをサクで買ってきて、それに漬け込んであって、万能だね。無敵だね、無敵。半熟卵ってめんつゆにつけて味玉は常備してる。あ、いいじゃん、うまいよね、つまみにもなるね。ラーメン何にでも使えるからね、味玉は。うわ、めちゃめちゃ綺麗になったな。よし、お米とくか。
何号で抱いてんだっけ今。どういう風に分かってる？こんな、これで分かってる？水の量。水の量？これのメモリで測ればいいの？うん。携帯電話鳴らす？多分くれない。鳴らしてみて一応。鳴らす。
お疲れ様、ダスキンかけてきた。おはよう。鳴らすよ。うん。今鳴ってるよ。バッグの中じゃないの？全然。車の中か、うん、高速で落としたか。いい。車見に行く今。え？車見に行く？あ、いいや。洗濯干してきた。帰り。あ、腹減った。おい、どうもどうも。テーステーステース、あああはっはっは、あああテーステース、ただいま。よいしょ。今10時半。
どうした？一回俺も配信を終えて休憩するわ。じゃあお疲れ様でーす。ありがとうねー。お疲れっす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。